ポイント気分はアメリカの競争は2001年にブリンクネスステークス、ベルモントステークスを制して2冠馬となった。愛称はビッグレッドトレイン。2010年にはアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。デビューは2000年8月のメイドンで、その頃ちょうどアメリカ遠征中だった竹豊が騎乗し2着であった。その後は連勝し、 シャンペーンステークス2着の後にブリーダーズカップジュベナイルに挑戦、勝ち馬マッチョウノに花さの2着と惜敗した。その次層のハリウッドフューチュリティに勝ち、G1 初勝利を手にした。明け3歳となった2001年は、年初からサンフェリペステークス、サンターニタダービーを共に圧勝する。そして一番人気で臨んだケンタッキーダービーであったが、 ベース史上最速のハイペースに巻き込まれて、モナーコスから離された5着に終わった。しかし、続く、プリークネスステークスで、雪辱の優勝を飾ると、3冠最終戦、ベルモントステークスでは2着 AP バレンタインに12馬身、1、4差をつける、驚愕のパフォーマンスを見せつけて優勝、当サンダーガルチとの不死に大制覇を達成した。その後も勢いは止まらず、 ハスケルインビテーショナルハンデキャップ、トラバーズステークスにも勝ち G1 競争4連勝を達成している。10月のブリーダーズカップでは、イギリスダービーバガリレオとの対決が期待されたが、トラバーズステークスの5日後に、左前縮権炎を発症したため引退が決まった。この年の活躍が評価され、エクリプス少年度代表馬、最優秀3歳母馬に選出された。の2010年、 アメリカ競馬名誉の電動博物館は、ポイント気分の競争成績を評価して、同馬の電動入りを発表した。新時系塗装額5000万ドル、種付け量12万5000ドルという破格の評価で2002年より、スリーチムニーズファームで、種ボバ入りした。すでに、ステークスウィナーを排出しているものの安定感にかけ、種付け量の高額さも、相まって、馬産地での評判は下降線をたどっている。 その影響を受けてか、2008年は、種付け量を1万5000ドルと、大幅に値下げすることが発表された。2017年をもって種ボバを引退、種ボバ引退後は、ケンタッキーホースパークで余生を過ごす。日本にも少数ながら産区が輸入されているが、現在のところ目だった、活躍馬は出ていない。ありがとうございます。